ここは回ったりラリベがうまく体使ってね、さあこぼれ球待ち上がる、縦に入ったラリベイだ、ラリベイシュート、先制は千葉。前半アディショナルタイム、一瞬の隙を突いてフォワードラリベイ、左足でしっかりと決めていきました。左サイドでつなぎのところで相手に渡しちゃったからね、はい、あの高い位置でね、ちょっとこのつなぎの隙を突いてというところ、徳島ピンチを招くシーンが多かったんですが、先ほどから長谷川さんがおっしゃっていた通り、その隙を突かれる形となりました。今日先制点はラリベイ、今シーズンこれで2桁10ゴール目、そして自らの第一子ファウスティーナちゃん、娘が誕生しました。まあ、そのマナ娘に向けてのゆりかごダンスも披露されました。今もやはりプレスが